皆さんこんにちは、ネルケ・フォン・リュシュターム役の本泉里奈です。ネルケと伝説の錬金術師たち、新たな大地のアトリエプレイしていただきありがとうございます。このコメントをね、聞いてくださっている方は無事にクリアされた方ということですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。今作は歴史あるアトリエシリーズのなんと20周年。ねえ、20周年って本当にすごいですよ。こんなに素敵な作品の主人公をやらせていただけるなんて本当に光栄です。ありがとうございます。今までの主人公はみんな錬金術師だったんですけれども、今回はね、初めて錬金術が使えない主人公なんですよね。明るくて前向きで、そしてね、ネルケは貴族ではありますけど、身分なんて気にしないでいろんな人と分け隔てなく接することができるめちゃくちゃいい子です。あとね、責任感も強くてお仕事も頑張っちゃいます。もう私のこんな人になりたいなっていうのが本当にたくさん詰まった憧れの女の子です。そしてですよ、なんといってもミスティーが欲しいです。あんな完璧な人がいたらもうね、全部頼っちゃいますよね。しかも本当にずるいなと思うんですけど、あのスカート鉄壁だと思ってたんですけど、後ろから見るとね、なんとミニスカートですからね。え、本当に皆さん見ましたか？デザイナーさんありがとうございます。本当にありがとうございます。あとそうですよ、あと実は私フィリスのアトリエにもね、出させていただいてまして、フィリスちゃんが一番最初に向かう街ですかね、そこで出会うミアちゃんという女の子なんですけど、この子もまたネルケとは違ってとてもおてんばでして、店番をほっぽり出して魚釣りしたりとか、もうね、本当にかなり自由な子で、演じていてとても楽しかったです。で、今回はネルケとしてね、フィリスちゃんやエスカちゃんともまたお話できたので、なんだか感慨深いものがありました。とても嬉しかったです。フィリスのアトリエもプレイされた方、その説はお世話になりました。ありがとうございます。ぜひネルケと伝説の錬金術師たちも集会たくさんたくさんしてください。本当にいろんなエンドがあって、ネルケのいろんな表情だったりキャラとの絡みもあったりが見られますので、やり込みもとても楽しいですよ。おすすめです。いや、最後まで聞いていただきありがとうございます。またどこかでお会いできたらとってもとっても嬉しいです。ということで、ネルケ役本泉里奈でした。ありがとうございました。ミスティ・エルルート役を演じさせていただきました、関根明です。クリアおめでとうございます。私はですね、実は数作アトリエシリーズに出演させていただいていたのですが、ついに私も依頼する人からされる方へ、いや、でもネルケ様が依頼してもらってるので、まあ、でも依頼していただく方でいいですよね、になることができまして、そしてミスティというね、プレイしていただけたらわかると思うんですけれども、本当に私の好みを詰め込んだようなこんな可愛いキャラを演じさせていただくことができて、本当に、そしてもうネルケ様という本当に可愛すぎる主人を持てて、なんと光栄なことだろうと、関根明、そしてミスティともども本当に実感しております。20年を支えてきた魅力がいっぱいのキャラクターたちもたくさん盛りだくさんということで、また何回もプレイしていただいて、いろんなルートを楽しんでいただけたらなと思います。皆様、ネルケ様、そして私ミスティともどもよろしくお願いいたします。改めてミスティ役関根明でした。はい、ゲームクリアおめでとうございます。久野瀬役の辻井健吾です。アトリエシリーズが20周年ということでおめでとうございます。こんな歴史あるアトリエシリーズの記念すべき節目の作品にこうやって出演させていただいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。自分もゲームが好きなので、一プレイヤーとしてアトリエ作品は何作かやらせていただいてるんですけども、その中でタールとウニーと言えたことが本当に僕としては嬉しくて、はい、ありがとうございました。今までの主人公たちが出てくる作品ということで、
好きなあの子にまた会えるっていう作品で、僕はメルルがとても好きなので、会えることがとても嬉しいです。また1週と言わず2週3週と、皆さんもぜひ、この作品の世界観を味わっていただければと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやーいやー、皆さん無事に収録が終わったよ。ロータス役の成瀬誠です。はい、ゲームをクリアしていただき、皆さんどうもありがとうございました。イエーイ、どんどんヒューヒューバフバフね。まあ、今回初めてこの作品に関わらせていただいたんですけれども、歴代のすごく人気のあるキャラクターをはじめとして、今回も素敵なキャラクターたち揃いということで、まあ、内容も盛りだくさんで、すごくね、皆さんもプレイされて、もうお腹いっぱいかもしれませんが、何度もねプレイして、いろんな街づくりを多分できるようになってるはずなので、試してみていただければと思います。そして、まあ、記念すべき、20周年ということですかね、ということもありますので、まだプレイされてない方とかにもぜひぜひね、このゲームのことを、拡散していただいて、 SNS とかいろんなものを使っていただいてね、もっともっと、盛り上げていければいいなと思っております。はい、最後になりますが、本当に皆様どうもありがとうございました。引き続き、応援よろしくお願いいたします。それではみんな、またねメルケと伝説の錬金術師たち、新たな大地のアトリエ、プレイしてくださってありがとうございます。ここまでたどり着いたあなたは偉い。すごいすごいすごい、20周年、アトリエ20周年ということで、考えてみたら私20年間マリーを演じさせていただいているんですね。でもなんかマリーって最初から最後までずっと、本当にずっと私自身なので、演じていても全く違和感がないというか、あ、マリーにならなくちゃとか、マリーを演じなくちゃっていうことが全くないんですよね。もうそのまま口からツルツルと息をするように、うん、マリーが出てくる。なんかそういう意味では本当に本当に素晴らしい役に出会えたなと思っています。そして皆様にとっても、まあ、ルローネが、そしてこのアトリエシリーズが、そんな風に生涯の思い出になるような、この作品と出会えてよかったなと思えるような、そんな存在であれば嬉しいと思います。新たな20年に向かって、またアトリエはきっと進化をしていくと思いますので、これからの20年もよろしくお願いいたします。40周年でも私はマリーを演じますよ。口から息をするようにツルツルとマリーが出てきますよ。多分大丈夫ですよ。60周年でもやりますし、80周年でも100周年でも、ほらほら、錬金術師ですから、不老不死ですから、何歳になってもやろうと思います。ということで、今後ともアトリエシリーズ、そしてマリーをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここまでたどり着いていただいてありがとうございます。エリー役の長澤美希です。久しぶりにエリーをやらせていただけて、今ひしひしとその幸せを感じております。どうかですね、何度もプレイしていただいて、エリーのことを可愛がっていただけたら、とても嬉しいなと思ってます。実はこのゲーム中で、私自分のセリフじゃないんですけど、すごく好きなセリフがあって、ネルケさんの、やりたいことがあったら欲張って全部やっちゃえばいいんですよ、旅と違って人生は一度きりなんですからっていうセリフがすごく好きで、こういう風に長澤としても生きていけばいければいいなという風にすごく思ったので、そのセリフを皆さんどうか聞いてくださいって、ちょっと思って、おります。何度もプレイしてみてくださいね。これからもエリーは、いろんなところでこう皆さんの中で生き続けていければなと思ってますので、どうかこれからも、エリーをよろしくお願いします。ここまで来ていただいてありがとうございました。長澤美希でした。お久しぶりです。リリー役の声優、ナスメグミです。もう本当にお久しぶりです。まさかこうやって
あれから収録から17、18年経ってリリーがやれるなんて本当に思っていなかったので、またこうしてリリーをやらせていただいてとてもワクワクして楽しかったです。そして最初はねリリーってことで不安な気持ちとか、あ、もう久しぶりだな、大丈夫かななんていう気持ちもあったんですけど、もう収録していくうちになんか自分が昔のリリーをこう思い出してきて、でセリフをこう喋っていくうちに、あ、懐かしい友達に会うような感じっていうんですかね元気？リリー元気だった？あ、そうだったんだ、こんなことがあったんだとか、ワクワクしてきました。そしてね、今まで言葉を交わせなかったキャラクターがね、今回こうたくさん絡んでいて、で特にマリーさん、エリーさんとかね、今までちょっと接してみたいななんて思ってた、ね、人たちとこうやってお話しすることができてお話をね、同じ世界でこうねやることができて、とても嬉しかったです。皆さんもね、時空を超えた、ね、この作品の魅力楽しんでもらえたでしょうか。ぜひ何度もプレイしてみてくださいね。UD 役のカンダリエです。クリアおめでとうございます。お久しぶりの UD です。私本当に久しぶりに UD に会いましたよ。まあ何年ぶりかはあえて言わないでおきますが、私アトリエシリーズにはいくつかお世話になっていますので、ユーディだけではなくいろんなキャラクターたちにまた会えて嬉しさと懐かしさが今込み上げています。皆さんも同じ気持ちでしょうか。もちろん初めての人も楽しめたと思います。さあ次はもう一周行きましょうか。頑張ってください。それじゃまたね、バイバイ。クリアおめでとうございます。皆様プレイしていただきありがとうございます。ビオラート役をやらせていただきました、蔦谷のり子です。ビオラートのアトリエが2003年に発売されたっていうことなんですけれども、本当に私がデビューして間もない頃にやらせていただいて、こんな主役というこんなに大きな作品で主役をやらせていただいて、本当にもう収録ももちろんなんですけど、取材とかもあって、もうその度に周りはすごい先輩方に囲まれて、もう本当に右も左も分からず、どの瞬間ももうド緊張してたのをすごくよく覚えてます。もう本当収録したのもついこの間のことのように実は鮮明に覚えているんですけれども、まあこの現場に来て何年前ですかねみたいな話をしていたら、まあ発売されたのが15年前で、もし収録したのがもうちょっと前だとしたら、やらせていただいてたのが16年前っていうことになるんですけれども、まあびっくりしましたね。はい。でも今回こうやってまたビオラートをやらせていただけるっていうことで、ちょっと自分でもキャラクターを振り返ったりしてみたんですけれども、なんだろう、また今この時代に再び同じキャラクターを演じられるっていう喜びも本当に大きくて、ね、この台本いただく前にビオラートもどんな女の子になってるんだろうとかいろいろ想像してたんですけれども、全然ビオラートは変わらない16年15年経ってもそこに変わらないキャラクターがいて、ビオラートやお兄ちゃんとの相変わらずのやり取りだったり、ビオラートの人参愛っていうのがもう本当に変わらずそこにあって、なんだろう、こんなに年月経ちましたけれども、そのなんか変わらないでいてくれるキャラクター、そしてそれをまた演じられる喜びっていうのがさらに大きくて、今回こうやって20周年ということでおめでたいこの作品にまたこうやって携わることができて本当に嬉しく思います。そしてこんなにも、アトリエシリーズが長く、続いてこられたのもやっぱりそれだけ応援してくださってるファンの皆様のおかげだなと思っております。本当にいつもありがとうございます。そしてこれからもまだまだ30周年40周年と何かこう節目節目にこれからまたビオラートをやれたらなと思っておりますので、引き続き皆様には応援していただけたら嬉しいなと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビオラート役の下谷のり子でした。クレーンキースイング役の柿原哲也でございます。皆さんご無沙汰しております。いやー、ご無沙汰っつってもね、まあ僕もこの業界にかれこれ17年いましてですね、本当にイリスのアトリエ、当時もうデビュー1年目でやらさせていただいた作品だったんですけれども、まあイリスのアトリエ以来ね、柿原の声聞いてねえよっていうね、方もいらっしゃると思いますんでね、まあ本当にね十何年ぶりがにまた会ったな。あとまあ当時のイリスのアトリエでクレインを聞いてくれた人がね、こう何年も僕の声だったりとかを、聞いてくれたり応援してくれたりとかしている人はね、再びまた俺クレインを演じることができましたよ。なあ、なんか当時のね、イリスのアトリエクレインという主人公をですね、やらさせていただけるという話を事務所からね、いただいた時には、飛び上がるほど嬉しかったっていうのを覚えていますし、まあ、自身ね、本当初と言っても過言ではない、ゲームの主人公だったっていうのもあったんで、まあ、いい経験をさせていただいた、思い出たっぷりの作品です。当時のね、話くらいかな、自分に、もう一回会ってね、行ってあげたいですよね。また、このクレイン、ね、一回限りとかじゃなくって、また十何年後に演じることになるよっていうのをね、役者ながら非常に感慨深いところにあります。僕だけじゃなくて、他の、ね、昔から演じられている、アトリエシリーズの、役者さんたちもですね、きっと同じ思いだと思ってるんで、ある意味、こうやってずらーってね、他のキャストを見てるんですけども、同窓会みたいな感じがしてなりません。まあ役者って面白いですよ。何年経っても役者だし、芝居の中にもね、いろいろ変化とか生まれてくると思うんですけども、キャラクターはね、そのままずーっと皆さんの心の中、そしてディスクの中、ゲームの世界の中でね、生き続けてるっていうことはね、改めて感じるんで、末永く自身のやった役だったりとかを、大切に演じられるように、役者としても鍛え上げていかないといけないなって思う今日この頃です。なんで、これからも自分がね、出会うキャラクター、10年後、20年後にまた演じるかもしれないという気持ちで演じさせていただきたいなと、改めて今回の作品で思わせていただきました。またぜひね、皆さんとお会いできるよう、もちろん、クレインキースニングとして、皆さんの前に、もしくはお耳に、お届けできるように、楽しんでお芝居やっていきたいなと思っています。本当にプレイどうもありがとうございます。またお会いしましょう。柿原哲也でした。じゃあね。ゲームクリアおめでとうございます。お久しぶりです。イリスのアトリエシリーズからやってまいりました、リータ役の西村千奈美です。はじめましての方もいらっしゃると思いますが、ご無沙汰してる方もいらっしゃると思います。アトリエシリーズ楽しんでいただけましたでしょうか？私がリータを演じさせていただいたのが、2004年ということで、今から14年前と聞いて、すごく時の流れの速さを感じてます。で、久しぶりにリータを演じていて、ものすごく自分の中から元気を、ものすごい元気に溢れてる子だったので、自分が、結構大人になったなってことを演じていて感じました。でも、リータをやっているうちに自分の中でどんどん元気をいただけるので、すごく、この時楽しかったなとか、いろんなことを思い出したり、タール、ウニとかいう言葉で、14年前に戻れますね。すごい懐かしかったです。はい。で、前もこうやって皆さんに、おまけでお話ししたことも思い出しました。その時になぜか卵かけご飯の話を熱く語ったような思い出が
があります。はい、ということで、まあ、初めての方も、で久しぶりにやられた方もその頃の自分に会えたのではないでしょうか。これからもアトリエシリーズが末永く続いていくことをリーダーからも私からも祈ってます。また新しいルートでじゃんじゃんプレイしてどん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 皆様にも広めていただけたらと思います。ありがとうございました。クリアおめでとうございます。畑野渡です。ペルト役をやらせていただきました。13年ぶりにこのフェルト君と再会いたしまして、私もですね本当に嬉しく思っております。たった今収録が終わったばかりでございまして、今ね13年ぶりにフェルトの声を収録して、13年前の自分の声をまず最初一回サンプル聞かせていただいて、でもうバッキバキに心が折れた状態でスタートしたのが今日の収録でございましたけども、これは本当に懐かしいんですけども、なぜならこう声優としてデビューして本当に1年目2年目とか本当にもう若手新人と呼ばれる時代にやらせていただいた役、本当にありがたくやらせていただいた役柄作品だったので、イリスのアトリエ2ですね、世の中に出た時にですね、まあ僕は長野県出身ですから、弟と2人でこのゲームを楽しくプレイしたのを懐かしく思い出しましたね。なので久しぶりにこのフェルトを演じることができて、なんかあの頃のこうなんて言うんですか、ピュアな清流のようなね爽やかな心みたいなのをこう思い出したというか、なんかあの時のね気持ちを忘れちゃいけないな、初心を絶対に忘れてはいけないなというふうに改めて、声優としても改めてこうなんかね、初心に帰れた、そんな瞬間があった収録でございました。非常に温かみのある作品で、なんかこう必要以上にベタベタしませんしね、必要以上な言葉もないんです。でもその余白の部分をぜひ皆さんでご想像していただいて、ベルトとビーゼのエピソードだけでなく、本当この20年という長い月日のこのアトリエシリーズが紡いできた作品のこの愛情がね、こうギュッとこの作品凝縮しておりますので、ぜひいろんなキャラクターに愛情を注いで、何度も何度も長い時間かけてプレイしていただけたら嬉しいなというふうに思います。ベルト役畑野渡でした。これからもどうぞ皆さんアトリエシリーズ応援してください。ビーゼ役の光月美和です。なんと14年ぶりのビーゼで、まさかまたビーゼができる日が来るなんて夢のようでした。当時イリスのアトリエエターナルマナ2をやっていただいた方がいらっしゃいましたら、一緒に14歳年を取ったということです。あっという間です。14歳も年を取ってしまいました。20年分懐かしんで、アトリエシリーズを楽しんでいただけたら嬉しいです。こんにちは、エッジ役佐々木望です。ネルケと伝説の錬金術師たち新たな大地のアトリエ、プレイしてくださってありがとうございました。そして見事クリアおめでとうございます。皆さん今ここにいらっしゃったらですね、クリアした記念品かなんか差し上げたいんですけど、あ、でも私今ね目の前にあるのがですね、台本と外した腕時計とペンと水と、あとキューピー&目玉親父の人形だけなんですよね。アートマイクと、でキューピー&目玉親父の人形ってスタジオの備品なんで差し上げられないんですよね。それであとマイクも、台本と腕時計とペンと水は仕事上私の必携アイテムなんで、まあこれもちょっと差し上げられないんですけどね、すいません。それより皆さんせっかくクリアなさってですね、今こうして私のメッセージを聞いていらっしゃるわけですけども、ここでもう一度最初からプレイしてですね、もう一度クリアしたらまた新たな私のメッセージが聞けるということはないですね、すいません、はい、ないです。それはともかくイリスのアトリエですね、2006年に発売されたんですよね。早いものでもう一昔前ですけど、でも当時の収録現場の雰囲気とかよく今も覚えていますね。で、今回またエッジをこうして演じられて懐かしくてとても嬉しいです。
エッジのキャラクターの絵がですね、ここにあるんですけど、キャラクターの顔を見ると、やっぱりスッと当時に戻れるというかね、そんな感じがするんですよね。まあこの作品に限らず、そういう感覚ってよくあるんですけども、新しいストーリーで新しいセリフでまた以前のキャラクターを演じられるっていうことは声優として本当に嬉しいです。今回初めてプレイされた方も、前のイリスのアトリエからプレイしてくださってた方も、皆さんこのゲームぜひ何度でも楽しんでいただけると嬉しいです。ありがとうございました。佐々木希でした。クリア、お疲れ様でした。イリス役を引き継がせていただきました原さゆりです。このアトリエシリーズ20周年のこの作品でございますけれども、たくさんのキャラクターたちがいっぱい出てきて、皆様も懐かしい気持ちになったかなと思いますが、まだ出会えてない子や、きっとまだ回収しきれてないルートもあると思いますので、まだまだ繰り返したくさん遊んでください。ではでは。皆さんどうも、久方ぶりですね。ベイン役の石田明です。今作で、久しぶりにこのベインという役をやりましたが、なかなかにこう改めてやってみるとすごいネガティブな子でしたね。はい。そしてまあ繊細なんでしょう。その分なんかどうやったらいい言い方ができるかなと思って今言葉をすごい選んでます。皆さんが聞いてこう なんかイライラするってならないようにしようと思いながら、でも彼のなんだろうな、弱気な部分、それが表に出てきちゃう部分っていうのはキャラクターとして出さなきゃいけないしっていうので、こういろいろ考えながらやったわけですけれど、どういう風に聞こえたんでしょうね、皆さんにはね。最終的にはこう彼もこう前向きにね、自分がやるべき道みたいなものをのきっかけが見えたぐらいかなになったので、そういう風にこうもしこうね、あ、俺このゲームに登場するキャラの中ではベインが一番近いやみたいに思った人がいたらぜひそういうところを参考にしていただいてですね、強く生きていただきたいなというふうに思います。あと、基本的にはね、反面教師として彼を見たらいいんじゃないでしょうか。そう、やっぱりこうこもってちゃダメだ、外に出ようってことなんだと思います。僕もかなりなインドア派なので、これから外に出ようと思います。では行ってきます。それじゃあまたね、さようなら。ネルケと伝説の錬金術師たち、はい、ロゼ役を演じさせていただいております小野大輔です。はい。そんなわけですごくね、久しぶりにロゼを演じましたよ。ロゼリュクスマイツェンをこれ言いづらいなっていうのはね、もう含めてなんかすごいいろんなことを思い出しましたね。はい。まあ本当今回ウルリカとの絡みがメインでずっとありまして、まあなんかどんどん演じるたびに、こう重ねるたびにどんどん思い出してきて、なんかすごく何でしょうね、自分の中でもすごい懐かしさとともに、なんかあ、ロゼすごい大好きなキャラだなっていうのを思い出してきて、はい、すごく自分の中でもなんか新たな感動がありました。はい。20周年ということでアトリエシリーズが、そして、ロゼ出てたマナケミア2ですか、からも10年経っているということで、はい、おめでとうございます、ありがとうございますはい、ひとえに、ずっと応援してくださる皆さんのおかげで、20周年が迎えられたんだろうなというふうに思っておりますし、その、皆さんの立場、僕も同じでした。はい。今回もですね、タルとウニがちゃんと入っておりますので、はい。なんかこれを言うと、
ぱりマリの世界に帰ってきたなと、はい、いうふうにアトリエシリーズに帰ってきたなというふうに思います、はい、これからも何卒、アトリエシリーズの応援よろしくお願いします、またローゼを演じられる日を楽しみにしています。というわけで、小野大輔でした。またね。皆さんクリアおめでとうございます。私はですね、マナケミア2落ちた学園と錬金術師たちに出演していましたウルリカ役川澄愛子でございます。なんと先ほど聞いたところによりますと10年前だそうです。びっくりいたしました。あのですね、でもなんかこう台本をいただいた時にですね、あーウルリカってこうだったわっていうことが結構その当時のことがもう蘇ってくるような、なんだかやっぱり濃いキャラクターだなーって思いました。そしてさらに今日ですね、収録をしてみて、あーウルリカってこうだったなーって改めて思いましたね。なんて言うんですかね、ヒロインなんですけれどもほとんどプンス化していてですね、でも可愛いっていう、なんだかとっても魅力的なキャラクターで、10年前の自分どんな風にやってたのかなと思ったら、割とそんなに今と変わらずな感じでですね、安心して演じることができました。結構プンスカしてたり、割と常にロゼに喧嘩売ってるんですけれどもですね、ウリュちゃんを可愛がってたりとか、とても可愛い面もあるので、今回20周年記念ということでウルリカも参加することができてとても嬉しかったです。皆さんプレイどうもありがとうございました。目指せカンスト。ウリ役の秋山かおるです。このゲーム、またウリ役をやらせていただいたのが実は10年ぐらいぶりということで、収録現場でとても驚いたんですが、この台本を最初にいただいた時も、あ、ウーしか喋らないっていうのがとっても衝撃だったんですけど、まあその頃の私にもとてもいい経験となって、ウーだけで全部表現するっていうのはもうすごく私のいい経験になりました。でも20周年ということで本当おめでとうございます。何作かアトリエシリーズさんには関わらせていただいたんですが、もうそれも20年経ったということで、これから先もずっとずっと素晴らしいこのアトリエシリーズを続けていただけたらと思います。秋山かおるでした。ありがとうございました。皆さんプレイしてくださってありがとうございました。ロロナ役の門脇舞です。アトリエ20周年記念作品なのかなということで、いろんなね、作品を超えてアトリエシリーズの皆さんとこうやって集ってワイワイ楽しくできるゲームが、はい、収録できて本当に楽しかったし幸せです。ありがたいです。本当に皆様の応援のおかげでいつまでもロロナと一緒にいられるなという、はい、気持ちでいっぱいです。今回はですね、もう、まあ、今回はというか少し前、なんだろう、アーランドシリーズがもう終わる頃にはロロナはずっとパイ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 を作って、もうパイのことしか頭にないみたいな、パイエンドの先みたいなそんな感じでずっとパイな、今回もパイでやらせていただいたロロナだったんですけどね、ロロナも最初の頃からどんどん年を重ねたり、いろんな姿になったり、いろんなロロナを見ていただいたんですけど、今回はちょっと初期の頃のね、世界の頃のロロナな感じということで、あの頃ほどなんかこうピュアではないっていうと変なんですけどちょっと違うんですけど、はい、なんだかちょっとイラストを見せていただいて懐かしい気持ちもありつつ、はい、やらせていただきました。はい、教えるのが下手でね、ぐる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 ってね、なんかちょっと恥ずかしかったですはい、あとはハゲルさんの俺たちのハゲルさんの新曲が気になるので、これフラグかなみたいな感じで、これからも期待しております。はい、まだまだ楽しみなこと
いろんなみんなの姿見たいですね。これからも応援よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ロロライナフリクセル役の門脇舞でした。トトリ役の名塚香織です。最後までプレイしてくださってありがとうございました。今回はたくさんのキャラクターたちが登場しておりましたね。楽しんでいただけましたでしょうか。またこうして皆さんとお会いすることができて私自身もすごく嬉しかったです。最後までプレイしてもらいましたが、またスタートに戻って何度も何度も楽しんでもらえたら嬉しいです。これからもアトリエシリーズよろしくお願いしますね。ありがとうございました。メルルのアトリエ、メルルリンスリエでアールズ役の明坂さとみです。この度はネルケと伝説の錬金術師たち新たな大地のアトリエお手に取っていただきありがとうございます。はい、2017年の12月にね、ちょうど20周年のお祭りがあって、それ以来の収録だったんですけれども、もうね、私たちこうアーランドシリーズのキャラクターたちはですね、もうロロナ先生もトトリ先生も結構仲良しなので思い出しながら撮ったんですけど、もうそう、ちょうど収録の時に話してたんですけど、私がメルルを演じてからかれこれ 7,8 年立っているっていうことで、かなり衝撃的でした。もうね、そう、私たちのシリーズも10周年になるんですよね。そう、すごく息の長い作品でありがたいなと思っております。さらにですね、そう、イベントの時にも実は朗読はさせていただいたんですけれども、その時はそれぞれの世界線がやっぱ違っていたので、そんなに絡むことがなかったんですけど、今回歴代の錬金術師が全員一斉に絡むっていうね、夢のような作品で、個人的にはすごいテンションが上がりました。そう、楽屋とかはね、池澤さんとか一緒になったりとかしたんですけど、こうやっぱりマリーとは世界線が違っていたので、ちょっとワクワクしながらやっておりました。はい、新たなキャラクターネルケさんとその周りのキャラクターたちとともに、私たちのことも今までとこれからも愛していただけると嬉しいです。ということで、楽しんでください。皆さんこんにちは、アーシャ役井上まりなです。今回はネルケと伝説の錬金術師たちということで、久しぶりにアーシャが登場します。アーシャは初登場の時はですね、まだまだ子供のあどけない女の子だったんですけれども、ちょっと前に成長いたしまして、今回も成長したアーシャとなっております。こう成長した姿にですね、昔の時のお衣装を着せていただいて非常に嬉しかったんですけれども、やはりですね、アーシャというのはすごく穏やかで心優しい子で、随分とこう私井上まりな自身とはもうかけ離れた程遠い女の子で、だからこそ非常に演じがいもあり、すごい楽しい役です。またこうしてアーシャと出会うことができて非常に嬉しかったです。本当にこのアトリエシリーズずっと続いておりまして、もちろんこうアーシャがメイン のシリーズもあったんですけれども、こうして別の方のお話にこうして今までのキャラクターたちが登場して、そして一度に返してこう何かを成し遂げられるというのは、またそれはきっとアトリエファンの皆様にとっても非常に嬉しいことですし、きっと望まれていたことなのかなと思っております。なのでぜひアトリエファンの皆様にぜひプレイして、まあこれはね、聞いてくださってる皆さんもすでにプレイされてると思うんですけれども、またさらにこれから先もですね、こうしたアトリエシリーズが何かの形でこうつないでいければいいなと思っております。プレイしてくださってありがとうございました。またアーシャに出会えることを祈っております。井上まりなでした。はい、ゲームクリアおめでとうございます。ロジーを演じました石川海人でございます。このアトリエシリーズというのはですね、僕が初めて、主演で、ゲームの主人公を務めさせていただいた作品のシリーズでございまして、エスカ&ロジーのアトリエ黄昏の空の錬金術師という作品で、エスカと共に
主役をやらせていただいたんですけれども、本当に思い入れの深い作品であります。こういった形で、まあ、伝説の錬金術師たちという形で、またこのアトリエの世界に足を踏み入れることができて本当に幸せでございます。これもアトリエを応援してくださっている皆さん、そして、まあ、新しくアトリエを始めてみたよみたいな方も、これからどんどんアトリエのこと好きになっていただければ嬉しいなというふうに思います。そしてですね、ことにエスカとロジはですね、まあいつも二人でいて一緒に仕事をしているんですけれども、ということはですよ、割とエスカが出ている時はロジも出ていまして、でそのシリーズでは毎度こうやってボイスで皆さんにおめでとうございますと、いつも応援ありがとうございますと言わせていただいているんですけれども、まあ例に漏れずエスカは長いらしいんです、このボイスが。今回どうなるのかですよね。今までのものが気になる方はですね、ぜひとも今までのシリーズ調べていただいて聞いていただければ嬉しいなというふうに思うんですけれども、今回どうなるかな。さすがに今回はネルケさんのお話でありまして、我々主役ではないですから、さすがにね、さすがに短くまとめていただけるのではないかなと思うわけですよ。村川さん聞いてらっしゃいますかね。あなたのことですよ。これ大体台本にですね、ゲームについてのメッセージを 1,2 分程度お願いしますとあるんですが、彼女は最長10分を超えたことがございます。もはやラジオですね。まあそれだけ思い入れの深い、彼女にとっても思い入れの深い作品となっておりまして、僕にとっても思い入れの深いものとなっております。この思いについてはおそらく村川理恵氏が、語ってくれると思いますので、ぜひともそちらの方も聞いてください。エスカ、今回こそ短くまとめろよ。ということで、ロジー役石川海人でした。ありがとうございました。皆さんどうも、こんにちは。エスカ役の村川理恵でーす。はーい。今回なんと、20周年の記念の作品ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、本当に素晴らしい。そしてそんな記念すべき作品にですね、まあ、歴代の錬金術師たちがご登場ということで、漏れなくエスカもですね登場させていただきまして、本当に嬉しい、幸せこの上ないことでございました。本当にありがとうございました。そしてですよ、あのですね、なんだかそのスタッフさんからですね、なんか村川さんにメッセージが届いてますよみたいなお話を伺いまして、え、何ですかとか言って聞いていたらですね、なんとロジー役の相棒のね、ロジーさんから、まあロジーさんかっこ CV 石川海人くんから、なんかメッセージがあるみたいな、え、何ですかとか言って聞いたら、なんか圧かけられてたやん、どういうことなの、ちょっと、いやちょっとね、これはあれですよ、ここばなですけど、まあ、石川くんの方が先に今回ボイスを取ったみたいなことだったので、なんか勝手になんかあんなこと言って、もう何なんですかあれは一体、全くもう、あと、まあ、なんか私が言うのもなんですけど、エスカは悪くないからエスカに罪はないですからね、そうよ、だしね、もうなんてこと言うんですか、もうあれゆえのやつじゃんだしあれですよ、今までもちゃんと許可を得た上でのこの長さですからね、そうちゃんと許されてんの、許された上でのまあ10分超えとかあったけどでもそれちゃんとお許しをいただいて上でのことだったから、もうそれはあれですよ、お許しいただいてるから大丈夫っていうことなんですよ。あ、いけない、もうそんなこと話してる場合じゃないんだから、ちゃんとね、私も話したことたくさんあるんですよ今回も。そうなんです、ということなので、まあこんなことしてたらもうね2分は超えてるんですけどそうだけど今回も大丈夫っていうね、お許しいただいてるので、多少皆さんよりか多少長く喋るかもしれませんけど、あ、そんなことはもういいのいいの、はい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 、さあさあ、エスカ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 ですよ。さあ今回のエスカはですね、シャリーちゃん、シャリーちゃんの、合ってるかな、シャリーのアトリエのエスカから、まあ、1年後くらいですかくらいの時系列のエスカが、こちらの異世界にやってきたという設定なので、多少ねエスカもまあそのエスカアンドロジーのアトリエの時よりかは
お姉さんになっているんだぞっていうね、そういう感じになっております。はい、なのでその辺はですね、まだこれからご覧いただく方はですね、ちょっとぜひ確かめていただければと思いますけれども、あとはそうです、なんといってもあれですよ、皆さんお気づきになりました、いやでもこれまだちょっと皆さんご覧いただいてない方には誠に恐縮なんですけれども、ちょっとでも話しますよ。あですね、なんとついにエスカとロージーさんがなんかちょっと今私ね台本を探しておりますそうですね、もうとてつもないね、あよいよみたいなえ、はいはいはい、ああこれですこれです、まあでも言ってしまおう、よしまだちょっとまだわかんない何のことかっていう方はちょっと今一旦皆さんもうここで終えてくださいこのメッセージ、はい3秒待ちますよ、3、2、1、はい OK、 さあしゃべります。なんとですね、ネルケさんから衝撃的な一言、お二人が破局してしまったらどうしようみたいな、そしてそれを受けたお二人ヒヒヒヒみたいな、プープープーみたいな、そんなご冗談をみたいな、ヒエーみたいな、はあついに確信に触れてきたみたいなね感じですよね。いやーこれは皆さん長らく気になっていたことではないかと思いましたけれども、はえあーえー、ついにと思いましたけれども、なんだかんだ言ってでもなんかなんて言うんですかね、なんというかまあ2人らしい受け答えではありましたけど、でもエスカがちゃんとなんかボソボソみたいな、なんかそれはあれじゃんあれじゃんっていう、ちょっとあれが出てこないあれです、トゥルーみたいなやつ、あれですね、まあ将来そういうことだ、よしそういう感じでね、なんかボソボソ言ってますから、その辺もですね皆さんお聞き逃しなくという感じです。はい、さあ、あ、はい、じゃあここにてネタバレおしまいということで、はい、じゃあ皆さん、あ、でもストップされてるからもう聞かれてないんだったしまった、まあ、そんな感じでですね、まだまだ話し足りないことはあるんですけれども、ちょっと名残惜しいですけれども、ここら辺で以上とさせていただきます。ちょっと続きはですねまた次回続きっていうか、まあ、次回は次回できっとあると思いますけど、まあ、次回とか言って別に何もわかんないですけれども、希望としてねまた次回も皆さんの前にエスカとして、エスカとそしてロジーさんと一緒に皆さんの前に姿を現せるられることを願っております。はい、まあ、ひとまずはですねこのネルケと伝説の錬金術師たちをたくさん楽しんでいただければと思いますので、引き続きお楽しみください、よろしくお願いいたします。はい、それではどうもありがとうございました。エスカ役の村川理恵でした。バイバーイ。